この一枚の写真は糸部稲造が亡くなる1年前、夫人メリー・エルキントンの一族と一緒に写したものです。稲造の膝に抱かれているドナルド・ストークスは当時5歳、今はプリンストン大学の教授です。 Well, when I met Dr. Nitobe, I was 5 years old and he was at the end of his life. He died the next year. He talked to me about the bridge across the Pacific in terms that were so vivid that a 5-year-old boy believed that if I were to go to California and look out across the Pacific, I would see this great structure extending out to the horizon. The more I've realized that Dr. Nitobe was right, that the bridge is real, even though none of us has ever seen it. からちょうど100年前、東北出身の一人の青年がアメリカへ渡りました。この青年は太田稲造、後の水戸部稲造です。福沢諭吉らが咸臨丸で初めて太平洋を渡って24年後のことで、太平洋の距離が次第に縮まりつつある時代でした。稲造の胸には大きな志が燃えていました。I wish to be a bridge across the Pacific. 私は太平洋の架け橋になりたい。今年の11月から今使われている紙幣すべてが新しいお札と交換されます。新しいお札の肖像は1万円札が福沢諭吉、千円札は夏目漱石、そして5000円札は今までの聖徳太子に代わって水戸部稲造が登場します。純粋な学者でもあり、しかもそして信仰宗教心というものも熱い方でありですね、それ国際平和のために働かれた人でもありですね、こういうような平和国家、国際国家という点から非常に今大事な考え方じゃないかと私は尊敬している人の一人なんです。このお札に関する限りは大蔵大臣の専属権限ですから、これは、これ閣議なんか下手げに限るとね、発表前にね、いやあれじゃなくてこういう人が良かったんじゃないか、ああいう人が良かったんじゃないかとか、その他の候補者あったかどうかとか聞かれてね、それでもうケチつけられちゃかなわないからね。だからもう総理のご裁可でといって大体いいということですから、すぐにバタッと発表しちゃったんです。木更木小春です。私が水戸部稲造を知ったのは東京女子大の学生だった頃です。水戸部さんは私の母校の初代学長でした。私にとって水戸部さんは一度もお会いしたことのない恩師なのです。私は学生の頃からぜひ水戸部さんの足跡を訪ねてみたいと思っていました。水戸部稲造が生まれた盛岡市の岩手公園には稲造の生涯の志を記した石碑があります。この志を立ててから100年、そして稲造が太平洋の向こうカナダで客死してから50年経ちました。今太平洋を挟む日本とアメリカは自動車の輸出、農産物の輸入自由化など経済摩擦が大きな政治問題となっていて、日米関係は戦後最大の危機にあるとも言われています。幕末日本が開国した頃、東北の盛岡に生まれた水戸部稲造が太平洋にどのように橋を架けようとしたのか、そしてその橋は今どうなっているのか、そんなことを考えながら水戸部稲造の足跡をたどる旅に出てみることにしました。
a certain percentage of the parts in Toyotas and other foreign cars would have to be manufactured here. The administration is against that. はまず稲造の生い立ちに大きな影響を与えた祖父水戸別当のゆかりの地三本木を訪ねました。青森県の東部に広がる三本木原、今の十和田市一帯は130年ほど前までは八甲田の火山灰に覆われ、荒れるに任せた不毛の原野でした。この不毛の原野を開拓したのが水戸別当でした。南部盛岡藩の勘定奉行を務めていた津当は、藩の財政立て直しのためにこの三本木原の開拓を計画。十和田湖から水を引こうと、当時としては思い切った土木技術を導入し、5年の歳月をかけて安政6年ついに水路を完成しました。この三本木で初めて稲が実った翌年、文久2年、1862年、盛岡の水戸部家で津藤の孫が生まれました。稲の収穫にちなんで稲之助と名付けられたのが、後の水戸部稲造なのです。津藤の業績を伝える水戸部記念館で、私はカナダから来た一人の学者と出会いました。ブリティッシュコロンビア大学のジョン・ハウズ教授です。ハウズさんはどのような目的でこの記念館の方にいらっしゃっていますか？いや、実はですね、はい、まあ、初めはですね、はい、水戸部稲造の研究をしながら、はい、こういう記念館について聞きましたんで、はい、そして記念館の方に来ますと、津藤はですね、とても大変な仕事をやったことがあったんで、はいはい、まあ、水戸部稲造がですね、自分の先祖が大変いい仕事をしたと、でこれが本人にはまあ、精神的な負担になったんですね。で、まあ、未亡人の奥さんがそう言いました。つまり稲造はとても義理堅い人だったんです。で自分の国に対する、自分の先祖の覚えに対する、自分が何にも役に立つことしてないと。つまり、おじいさまが偉いからですね、お父さんが偉いから、まあそういうような状態ですとですね、伝記を書こうと思っている人がどうしても、その実はおじいさんとお父さん何をやったかと研究したいんです。この番組の取材を私は2人の後輩、東京女子大の学生に手伝ってもらうことにしました。英文科4年の山口かなめさんと、私学科3年の山本ひろ子さんです。山口かなめです。水戸部稲造と同じ盛岡出身です。山本ひろ子です。私は水戸部稲造の青春時代に大変興味を持っています。盛岡市高小工事下の橋詰め、今の下の橋町4番地、ここが水戸部稲造の生まれたところです。稲造は9歳までをここで過ごしました。小塚田城と呼ばれたお城跡です。今は岩手公園となっています。稲造の子供の頃はここに天守閣がそびえていたはずです。明治維新の時、稲造は6歳でした。南部藩は奥羽北越列藩同盟の一員として最後まで官軍と戦って敗れ、以後薩長の新政府からは朝敵と蔑まれ、苦渋に満ちた時代を迎えます。稲造が朝夕仰ぎ見たお城の天守閣は新政府の命令によって取り壊されました。
鼓笛隊を先頭にしての官軍の行進、お城の取り壊しは幼い稲造の胸に深い屈辱として焼き付きました。稲造の父十次郎は稲造が4歳の時に亡くなり、稲造は母関の手によって育てられました。関は稲造が成長していくに伴い、お前はおじいさんやお父さんの名を汚さないようにしなくてはいけない、一生懸命勉強に励み偉い人間になって日本はおろか世界に名を上げてほしいと言い聞かせました。稲造は母の手紙をいつも手元に置いて、苦境に立った時はそれを紐解いたと言われています。明治4年、母関と祖父津の相談の結果、稲造は東京に行くことになりました。9歳の少年稲造は状況とともに叔父太田時俊の養子となって、名前も稲之助から稲造と改め太田稲造となりました。稲造は南部藩が藩士の子弟のために作った教官義塾に学んだ後、東京外国語学校に入学、英語を本格的に勉強するとともにキリスト教など外国の文化に親しんでいきました。こうしてやがて16歳、自分の進路を決める時期に稲造は一つの決断をします。学業の中心であった東京を去って北国の札幌へ向かうのです。札幌は私の魂のふるさとである。札幌は私の人間を作ってくれた。もしあの時札幌へ行っていなければ、私は世俗的にもっと出世したかもしれぬが、おそらく軽薄な妻子として一生を送ったろう。稲造が札幌農学校を選んだのは、祖父津藤の影響がとても強く働いていたのだと思います。その頃の北海道は未開の地で、札幌農学校はこの広大な原野を開拓することを目的に作られました。祖父津藤にとっての三本木が稲造にとっての北海道だったと言えるのではないでしょうか。明治10年、稲造が第2期生として札幌農学校に入学した時、クラーク博士は Boys be ambitious の言葉を残して帰国したばかりでした。わずかの差で直接教えを受けることはなかったのだそうです。でもクラーク博士の教育精神は札幌農学校に残り、16歳の稲造も人生で初めてと言っていいほどの大きな影響を受けたようです。クラーク博士の最も大きな影響はキリスト教による人格教育にありました。札幌に来て1ヶ月後、稲造は旧友たちに先立ってクラーク博士の残したイエスを信じる者の契約に署名、翌年にはクラスメートの内村勘蔵らと洗礼を受けました。稲造は初めのうち養父時俊にも信仰を勧めるなど熱心なクリスチャンでしたが、次第に懐疑的になり思想的な反問を深めていくようになります。北海道大学には今もその当時を忍ばせる品々が大切に保管されていました。これが稲造の農学のノート、全部授業は英語で。そうです、先生がみんなアメリカ人なもんですからね。はい、これは卒業の時の成績表です。1番が内村勘蔵、キリスト者として日本の青年たちに大きな影響を与えた人です。2番が宮部金吾、植物学の大家になった方です。そして3番が新渡戸稲造です。稲造が札幌で得たものはキリスト教と哲学、自然、それに友人でした。特に内村と宮部は稲造の終生変わらぬ心の友であり、良きライバルでもありました。
この3人は学業の上でも常にトップを争っていましたが、英語の力だけは誰も稲造に及びませんでした。新渡戸稲造ご存知ですか？今度5000冊の何でしたね。彼のやったこととか。なんかね、ちょっと本で読んだことあったら、どこだっけ、ドイツの方に留学していたこととか、と何でしたっけ、キリスト教の関係ある人ですね。新渡戸稲造はご存知ですか？名前だけは知ってます。業績とかは？その辺の詳しいことはちょっとよく知らないです。どんなことした人？どんなことした人だよ。うちの OB やね。他には？今度お札になるんでしょ。それぐらい、はい。明治14年、札幌農学校を卒業した稲造は、月給30円の開拓士御用係となり、農業技師として北海道の開拓に従事することになります。しかし稲造はわずか2年で役所を辞め上京します。農業技師としての自分に飽き足らず、さらに大きな飛躍を求めて東京大学に入学するためです。稲造は22歳でした。東京大学入学にあたって、文学部教授富山正一博士の面接を受けました。この時初めて太平洋の橋になりたいという言葉が生まれたのです。富山教授は、あなたは何をやるつもりですと問われた。農政学をもって私の専門といたしたいのですけれども、英文学もついでに大学で習いたいと思います。英文をやってどうします？僕は笑いながら、太平洋の橋になりたいと思います。日本の思想を外国に伝え、外国の思想を日本に普及する媒酌になりたいのです、と述べた。しかし、東京大学での講義は稲造にとっては全く期待外れのものだったようです。大学における講義は胸がムカつく。本はたくさんあるが、いい先生はあまりいない。私は自習によってよりよく好転させようと考える。大学生活10ヶ月ほどで、稲造はアメリカ留学の一大決心をします。太平洋の橋を志す稲造にとっては、日本の最高学府東京大学も欧米の学会に比べると相当に遅れていて、こうしてはいられないという気持ちが募ってきたためです。新渡戸の心はですね、札幌時代にもうすでにアメリカの原野に結びついている。明治初年ですから、世界がまず農業国なんだな、全部。そして北海道の広い原野、札幌も今のような町じゃない。それがその東京というものも今のような文化の中心地ではない。それが即その彼の心をアメリカへ向けたんではないか。ですから新渡戸の心は、南部の土地から北海道に移って、札幌の原野からアメリカのその太平洋を望んで、ここに何か日本とアメリカを通じる言葉の架け橋を作りたい、文化の架け橋を作りたい、そんな風に発想していったんではないかと思います。明治17年9月1日、23歳の誕生日が稲造の初めての船出の日でした。稲造がアメリカに渡ったのはちょうど100年前。太平洋の船旅は16日間かかり、アメリカは遠い国でした。初めてのアメリカは23歳の青年の目にどんな風に映ったのでしょうか。また太平洋の橋は今どうなっているのでしょうか。稲造の後を訪ねて、山口さんがアメリカに飛びました。
シスコのダウンタウンです。サンフランシスコはカンニンバルが到着して以来、アメリカの太平洋の玄関口として日本人には最も身近な港町でした。ここでは日本人の姿は珍しくありません。このダウンタウンのビジネス街でも日本の銀行が軒を並べ、街を走る車も日本の車が目立ちます。 There are many Japanese cars around here. What do you think of these Japanese cars?I like them very much. Actually, I drive a Japanese car. I drive a Honda. Would you like it? Yes, I like it very much. Very good car. Yeah. What point do you like it? I like the economy, and I like the looks, and it's very comfortable. Would you buy a Japanese car? Well, yes.Except right now we're trying to buy American because we want to get the American economy back, and we did just buy two new American cars this year. No, I have a German car. I can't afford a Japanese car. The trade friction is such a big issue between US and Japan. Would you tell me your point of view? Well, I think that the competition's good, and I think it's probably to some extent held prices down having that competition, and it's forced management of American companies to improve their operations to compete more effectively. I think I remember when I moved out here now. Some days I forget. Inazō が初めてアメリカに渡った100年前、アメリカに住む日本人はわずか2000人足らずで、日本という国の存在すら知らないアメリカ人がほとんどでした。一方、中国の移民は19世紀半ばのカリフォルニアのゴールドラッシュの頃から増え続け、下積みの安い労働力として進出していきました。このため、仕事を奪われる白人の労働者たちは中国人の排斥運動を繰り広げ、ついには中国人の移民が禁止されることになります。それはやがて20世紀を迎え、日本からの移民が本格化するに伴って、日本人排斥運動へとつながっていくのです。ここはサンフランシスコの東にあるオークランド駅です。ここからアメリカ大陸を横断する列車が毎日出ています。稲造はサンフランシスコに1週間滞在し、ここオークランド駅から大陸横断列車に乗り込みました。アメリカ大陸を横断する鉄道はこの時開通してまだ15年しか経っていませんでした。稲造が札幌農学校で大きな影響を受けたクラーク博士が、東部のマサチューセッツからこの鉄道でサンフランシスコに向かい、日本に渡ったのは8年前のことでした。クラークの精神を受け継ぎ、新しい世界を求める稲造はひたすらに東部へと向かいました。当時西部はまだ開拓の時代、フロンティアの時代で、政治や文化、学問の中心は何といっても東部だったのです。東部です。メリーランド州ボルチモア。ニトベ稲造が23歳から25歳まで3年間の学生生活を送った町です。ここは稲造が学んだジョンズ・ホプキンス大学です。札幌農学校の先輩で同郷の佐藤翔介が一足早くここに留学しており、彼の勧めによって稲造はこの大学を選んだようです。当
ジョンズ・ホプキンス大学は開校してまだ8年しか経っていませんでしたが、アメリカで初めての大学院大学としてアカデミックな高い水準を持ち、全米から秀才が集まったと言われています。私は大学の資料館に行って100年前の記録を見せてもらいました。稲造が入学した大学院歴史政治学科の履修記録です。佐藤庄助のほか、後のアメリカ大統領ウードロー・ウィルソンや哲学者のジョン・デューイも稲造のクラスメートでした。稲造がここで学んだ科目は歴史政治学ゼミナール、政治史、国際法、租税行政論、弁論、そしてドイツ語などです。当時この大学にはドイツ留学から帰ったばかりの新進気鋭のハーバード・アダムスやリチャード・イーリがいて、稲造は特に政治学者のアダムス博士のもとでアルバイトをしながら指導を受けました。太平洋の架け橋になりたいという、そういう決定的なものを形成する一番大事な時期にあたったんじゃないかと。それは結局アダムスという先生にあって、農政学でなくて日米関係史をおやりになったと。これは明治初期から中期にかけての日本人が一番真剣に悩んだ不平等条約ですか。でご自身もいろいろやっておられるうちに腹が立ってならないと、不平等条約を解消するようにならないかというふうにいろいろ悩まれて、だんだんアダムス先生から言われた日米関係史の研究の重要性っていうのを認識されて、めり込むような形で取り組んでいかれたと。ボルチモアでの3年間、稲造の生活はパンと水でやっと飢えをしのぐ日々もある苦しいものでした。日本から持って行ったお金はすぐに尽きてしまい、アルバイトで学費や生活費を賄わなければなりませんでした。稲造はアルバイトに追われて、ボルチモアにいる間に学位を取ることはできませんでした。学位論文日米関係の歴史は、稲造が一足先に帰国した佐藤庄助の計らいで政府の留学資金を得てドイツに留学中に完成し、アダムス教授に届けられました。札幌でキリスト教徒になった稲造はアメリカに来て、形式や権威に頼る教会の在り方に疑問を持ち、精神的な悩みを深めていました。そんなある日、稲造はフレンド派クエーカーの信仰と出会ったのです。牧師も賛美歌もなく、瞑想の中で人それぞれが神と交わる素朴で質素なクエーカーの集会は日本の禅にも通ずるものがあり、稲造はここで本来の信仰がよみがえったのです。内なる光に従って恐れることなく絶対平和を求めるクエーカーの精神は、この後稲造の生涯を貫くことになりました。ここはフィラデルフィアの郊外オーバーブルックにある大富豪モリスさんのお屋敷だったところです。今はフレンド派の学校になっています。モリスさんは毎月1回日本人留学生を招いてキリスト教の集会を催していたのです。ここで稲造は一人の若い女性を紹介されました。後に稲造の妻になるミス・メリー・パターソン・エルキントンです。メリーはフィラデルフィアのフレンド派の名門エルキントン家の長女で、クエーカーの婦人グループの中心メンバーでした。メリーは稲造を通じて日本に強い関心を持ち、稲造もまたクエーカーを通じて生涯の伴侶と巡り合ったのでした。稲造は日記にこんな風に記しました。なんという美しい威厳のある婦人であろう。
このような米国夫人が日本へ来て日本の夫人たちを指導してくれたならば、日本の夫人たちもどんなにか幸せであろう。一方、ミス・メリー・エルキントンの方も稲造と会った後で、あの人は私の運命を決定する人かもしれないと親友に語っています。二人は稲造のドイツ留学を挟んで5年後に結ばれることになります。ここが二人が結婚式を挙げたフレンド派のミーティングハウスです。クエーカー教徒の結婚は集会で承認を得なければならず、二人の結婚は二度にわたる集会でようやく認められました。フィラデルフィアの新聞はこの結婚を大きく取り上げました。日本という国自体がよく知られていなかったその当時、アメリカ人の女性と日本人との結婚はそれだけでもセンセーショナルな出来事で、大変な勇気のいることでした。フィラデルフィアの若い女性たちに聞いてみました。結婚の相手として日本人の男性はどうでしょうか。 I already have my boyfriend, but no, I don't think so. Not to be extreme, you know, I don't want to be prejudiced or anything, but I don't think I would date in any race that's not me, white. If you were tall enough. That would be the only stipulation. Can I?I don't really know any Japanese.、Uh-huh. I couldn't even tell you. If I was in love with him,、mm-hmm. sure. ところでこの結婚は全ての人に祝福されたものではありませんでした。稲造とメリーは稲造がドイツに留学している間に頻繁な手紙のやり取りで結婚の約束をしたのですが、メリーの父ジョセフ・スコットンはメリーが東洋人と一緒になり地の果てのような国、生活習慣の全く異なる国へ離れていくことに強く反対。メリーの両親はついに結婚式に出席しませんでした。フィラデルフィアとニューヨークの間にあるプリンストン大学です。ここで私はメリー夫人の弟ジョセフの孫にあたるドナルド・ストークス教授にお目にかかりました。ストークスさんはくしくも稲造とジョンズ・ホプキンス大学で同級のウードロー・ウィルソンを記念する国際問題研究所の所長をしていました。 What do you think of their marriage and in spite of her parents' opposition? Their opposition. It was notTheir feelings about Dr. Nitobe himself, and the rest of the family, her brothers, and my grandfather, one of them, were very fond of Dr. Nitobe and very in favor of the marriage, and they all came, and it was not really much more than a flick of an eyelash after the marriage had taken place.That her father's attitude changed, and the parents also celebrated this. 結婚式を挙げて間もなく、稲造は母校札幌農学校の教壇に立つため、メリーと一緒に日本に立つことになりましたが、その直前になってメリーの両親もついにこの結婚を認めて、駅まで見送りに行ったということです。父ジョセフはその日の日記にこう記しました。今日娘は日本に立つ。別れに際し一つの言葉しか出てこない。お前は私の娘だ。私は愛している。ジョセフの日記でメリーについての記述はこれだけが残り、あとは全部破り捨てられていました。稲造が武士道を出版したのは明治32年、20世紀が始まる前の年でした。
その頃日本は清国との戦争に勝って世界の注目を集め始めていましたが、一方アメリカの西海岸では白人労働者による日本人移民排斥運動が激しくなっていました。日本人は宗教心がない、だから信用できないというのが日本人避難の理由の一つでした。そのような避難にも応え、日本人の倫理観、精神のバックボーンを世界に知ってもらうために書かれたのがこの本でした。サンフランシスコの南およそ150キロの太平洋に面した保養地モントレーです。メリー夫人を伴って帰国し、札幌農学校の教授となった稲造は過労がたたって神経病となり、病気を癒すために西海岸で最も気候の良いモントレーに来ました。世界的名著となった武士道は、稲造がここで療養中このデルモンテホテルの一室で書かれました。我が国において新進として進みつつある西洋文明は、すでに古来の訓練のあらゆる痕跡を拭い去ったであろうか。外来の影響に覚悟をたやすく屈服するのは貧弱なる魂である。武士道は我が国の活動精神、運動力であったし、また現にそうである。旧日本の建設者であり、かつその所産たりし武士道は、現になお過度的日本の指導原理であり、しかしてまた新時代の形成力である。明治38年、日露戦争が終わり、あの大国ロシアを任した日本とは一体どんな国だろうと世界中の目が向けられた時、武士道は日本を知る絶好の本として世界各国語に翻訳されました。当時のアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトもこの書を読んで非常に感銘を受け、このように話したと記録されています。世は5人の子供におのおの一部を配布し、日常この書を熟読して日本のごとく高尚優美なる性格と誠実豪気なる精神等を寛容すべしと申しつけたり、太平洋の橋になりたいという志を稲造はまずこの武士道によって果たしたと言えそうです。ロサンゼルス郊外にある UCLA カリフォルニア大学ロサンゼルス校です。 UCLA には85年前に書かれた武士道を今でもテキストとして使っている教授がいます。 First of allWhy do you use the Bushido as a text? So my students come to me wanting to know what is the essence of Japan? How can I really come to understand Japanese society? So this book I found very useful for showing Americans what the value structure of the Japanese in the 19th century was. I'm not sure that the value structure has remained exactly the same, but much of the value structure of what Nitobe was writing aboutstill exists in Japan today. How do the students respond to the text? I have some students who are sort of, let's say, interested in the martial arts, right? And they do kendo, let's say. If I used Lafcadio O'Hearn, which I used in this same course in which I used Nitobe's work, if I used Lafcadio O'Hearn, I found that the response to Lafcadio O'Hearn was much more ambiguous.The students found Nitobe's work to be a much clearer statement that they could deal with successfully. 稲造が志した橋は外へ向けてのものばかりではありませんでした。彼は教育という仕事を通じて若者たちとの間の橋になろうとしました。
札幌農学を卒業して間もなくの頃から札幌市民のための学校を作りたいと夢を持っていました。それを実現したのが札幌農学校教授時代に設立した遠遊野学校です。遠遊野学校はメリーの父ジョセフが送ってきたお金をもとに、稲造とメリーが力を合わせ貧しい家庭の子どもたちのために作られた野学校でした。稲造の教育方針は、まず子どもたちに自立精神を育むことで、それは内なる光を求めるクエーカーの精神でもありました。それから10年後、稲造は台湾での政党事業に携わった後、再び教育者としての道に戻り、京都大学教授から第一高等学校の校長、そして東京女子大学の初代学長として若者に大きな影響を残しました。校長になった時、あの頃の第一高等学校というのは籠城主義で、非常にこう独善的な国家主義的教育でしょ。でそれを教育を変えていこうとする時に、決して制度から変えていくっていうんじゃなくって、読書会をしたり、それから弁論部のアドバイザーその顧問になったりして、そして学生たちが読む本に本当にいいものを読ませていく、人類的な意味を持ついい本を読ませていく。だから先生の教育っていうのは、自分と違う考え方の人、あるいは異国の人、そういうこう橋が架けにくいような人たちに向かって閉ざすんじゃなくって、心をこう開こうとする、そのつまり思想が開かれている、人間が開かれている、そういう教育だった。だからそういう点で非常に新しいタイプの日本人をたくさん作ってきた。女子大ができた時に、まず第一にねおっしゃったことはね、今ね、今女子教育がね少しずつ日本でも認められてるけれども、みんな職業教育、お医者さんの学校、先生の学校、それ自分取材塾ができてましたけど、これも教員の養成、もうみんな職業でしょ。で自分は職業教育ももちろんだけれども、それよりも人格をね作る、女子の人格の教育をする、それをキリスト教主義によって、でキリスト教でなければですね、女子の人格っていうものをその自分認めてるあれはなかったわけですね。私はこの大学にいる時に、やはりそのことがいつの間にか無意識のうちに心の中に入り込んでいたなという。婦人が偉くなると国が衰えるなどというのは、育児のない男子の言うことであります。男女を織物に例えれば、男子は縦糸で、女子は横糸であります。縦糸が弱くても横糸が弱くても、織物は完全とは言われません。従来の女子教育は妻業母業を教えていたに過ぎません。しかし新渡戸稲造はわずか2年で東京女子大を去ることになります。大正9年国際連盟が誕生し、事務次長として国際人稲造に白羽の矢が立ったのです。そして活躍の場はスイス、ジュネーブに移りました。国際連盟は第一次世界大戦の後、アメリカ大統領ウィルソンの提唱によって誕生したもので、ジョンズ・ホプキンス大学のクラスメート、ウィルソンの理想を稲造が担うことになりました。事務次長として稲造の果たした役割は大きく、欧州各国への国連普及の講演はほとんど稲造が引き受け、またユネスコの基礎となった国際知的協力委員会を創設するなど、国際人としての面目役所たるものがありました。国際連盟はその取り決められたものを実際に、行動する場所であるというふうに考えて、実行をするように、取り決めたことの実行をする場であるというふうに盛んに申しておりました。
いつもあの日本っていうものを背負いながら、あの世界の平和を、世界の平和をというふうにあの努めていたと思いますね。なぜにアメリカのこうした高圧的な態度に信順すべき道理がどこにあるのか。ジュネーブから帰った後、国際人ニトベ稲造はふるさと岩手との関わりを深めることになりました。昭和6年1月、郷里の人々の熱心な要望を受けて、農協の前身産業組合中央会岩手支部の会長に選ばれました。少年時代からの農業への志と、ドイツ留学時代に共鳴した一人は万人のために、万人は一人のためにというライファイゼンの共同組合運動の思想を、稲造は生まれ故郷の岩手で生かすことになりました。稲造は亡くなるまで会長の職にあり、多忙な仕事の合間に岩手に戻っては郷里の産業組合運動の指導に当たりました。一方この頃、アメリカ西海岸では日本人移民に対する風当たりが日増しに強まり、大正13年にはついに日本人の移民を禁止する排日移民法が成立。その知らせを稲造はジュネーブで深い衝撃と激しい怒りを持って聞きました。移民法が撤回されない限り、私は二度とアメリカの土を踏むことはないであろう。私もそれなの。人ちゃうよ、歌は。歌は。もう何もかもが日本人排斥です。あれはちょうど1919年頃と思います。日本人に対しての排斥映画ですね。それをたくさん答えて、私も見に行きましたけども、全く、日本人としてやったら見られない、だからシナ人みたいな気持ちで見に行きました。見とく必要があると思いました。どのくらい我々の、あの時苦労したかということは、農業とかに携わった人でなければ分かりません。昭和の初め、世界的な不況が続く中で、日本は中国の内乱に乗じて山東省に出兵するなど、関東軍を中心とした中国大陸進出の動きが目立ってきます。そして世界大恐慌の起きた昭和4年、稲造は大蔵大臣に就任した井上順之助の後を継いで、民間の国際連盟ともいえる太平洋問題調査会の理事長に就任しました。稲造の初めての仕事はその年の秋、京都で開かれた太平洋会議を議長として成功させることでした。第3回太平洋会議は京都のここ都ホテルで開かれました。稲造はこの平安の都京都こそ国際問題を平和的に論議するための絶好の場であると述べ、満州問題などでトゲトゲしさも出てきた各国の間の対話に奔走、名議長として称賛を受けました。人類はその究極の目的において一つである。我々の努力は一致に向かわせるべきで、そうでなければ恒久の平和、幸福、繁栄を受けることはできない。その頃稲造は大阪毎日新聞の編集顧問も務めていて、
ジャーナリストとして筆を振るっていました。中国との問題についても、日本が優越感を捨てて交渉に当たること、政治から軍人を追放すること、軍備を縮小し戦争反対をはっきり宣言することを呼びかけています。しかし時代は稲造が意図するものとは逆の方向へ、大陸への拡張、軍国主義へと動いていて、稲造は自由主義者の元凶、親英米派として、その言動が常に軍部などから監視されるようになっていました。やがて稲造にとって不幸な事件が起きるのです。世に言う松山事件です。松山市道後温泉です。昭和7年2月、新渡戸稲造にとって不幸な出来事がこの松山で起こりました。折しも上海事変の直後、新聞記者に時局への書簡を求められ、非公式の場での発言が海南新聞に記事となって掲載されてしまったのです。近頃毎朝起きて新聞を見ると思わず暗い気持ちになってしまう。我が国を滅ぼす者は共産党か軍閥である。そのどちらが怖いと問われたら、今では軍閥と答えなければなるまい。稲造は軍や在郷軍人会から猛反撃を受けることになります。時代は軍部独裁政治、ファシズムへと急速に傾いている真っ只中、非国民、国賊と指断された稲造は身の危険さえ感じ始めたのでした。岸が演説したその中に、どういうことがあったかは知りませんけど、何かあの東京の屋敷に押しかけてくるような噂があるから、お気をつけなすってくださいってね、電話がどっからかかかってきて、私が電話にちょうど出たんです。そういう恐ろしいこと聞いたもんでね、びっくりしましてね。から私ね、心配だから門のところちょっと知らん顔して出たらば、門中の外側のところになんか怪しげな格好してるような風呂敷なんか、そんなところ風呂敷ずつにこんもりこうこんもりこんな風になったのが置いてあるの。だからちょっとこうハラーッと気味悪くなって、そのお巡りさんにこんなこと行ってきたとか電話がかかってきたとかって言うと、ああみんな承知しております、大丈夫です大丈夫ですって、私は安心するように言ってくれましたね。でも騒がないでうちにじっとしてました。他人の口を封じることは自分の耳を失うことである。口も耳も持てない国とはなんと恐ろしい国であろうか。新聞は追い打ちをかけるように、水戸部博士出現問題の顛末として大々的にキャンペーンを展開。在郷軍人会の抗議もまた必要を極めました。そして稲造は在郷軍人会本部の評議員会へ出頭、釈明を求められ、厳しい追及の中でついに屈辱的な陳謝という形を余儀なくされるのです。私の言葉の足りなかったことから世間を騒がせてしまい誠に申し訳がない。稲造の思いとは裏腹に、日本はまさに口も耳も持てない恐ろしい時代へと突入しつつあったのです。松山事件の後、稲造にはさらに気が遠くなるほど重い仕事が待ち構えていました。日中問題を契機に崩壊寸前にまで立ち至っていた日米関係を修復するという仕事です。稲造が突然アメリカに渡ることになったのは、
松山事件からわずか2月後、昭和7年4月のことでした。教え子柳原忠夫の言葉によれば、太平洋の橋の焼け落ちる危険を見て猛火の中に飛び込んでいくのです。アメリカの一般世論は日本に対する、たとえ満州国、特に満州国に対するあの世論は、それはまあ何て言うんですか、傀儡政権っていうんですか、という意見ですよね。で、中国の主権をさ、ね、侵略したっていうね、意見ですよ。だからその意味において、その日本の評判は非常に悪かったんですよ。でそれに対するそういう啓発運動っていうですか、そのもっとただ日本、まあ日本政府の立場として、アメリカの一般国民にその正しい日本の姿を訴えるってね。で新渡戸さんはまあ英語うまい、でしかもアメリカの博士号を取った、でアメリカ人の奥さんももらってた、で学者である、だから彼のようなそのまあ権威のあるような学者をアメリカに派遣すれば役に立つんじゃないかな、というようなように、その政府のね、当局者はそう考えたんじゃないですか。稲造にとっては移民法の撤回まで二度とアメリカの土は踏まぬという誓いを破っての渡米でした。今までとまるで趣が異なって、暗闇の中へ行くようなものです。でも行かねばなりません。非常に難しい仕事です。こういう時に行くことはやむにやまれぬことです。アメリカでの稲造は、大陸進出の日本の立場を理解してもらおうと精力的な活動を見せました。各地で100回以上の講演、特にカリフォルニア大学では20回の連続講演を行いました。平和は手の届かないところにあるのではありません。日本は中国との問題をできるだけ早く公平で理性的な解決を図りたいと強く願っているし、中国も同じだと信じています。アメリカについて間もなく、稲造は出渕大使とともにホワイトハウスにフーバー大統領を訪ね、日本とアメリカの友情は変わらないことを伝えましたが、犬飼首相が暗殺された直後だけに、フーバーは日本の情勢に深い懸念を表したのでした。稲造はまた、中国への日本進出を侵略行為と非難した国務長官スチムソンの反日演説を受けて、ラジオにも出演、アメリカ全土に放送を通じて日本の立場を訴えたのです。One Japanese man made a speech on CBS radio on August 20 of 1932. We are looking for a recorded tape of his speech. Do you have any material or tape of his speech in the archives? Well, I suppose the archivist would best answer that question, Ms. Kaname, but I rather doubt it.Because in those very early days, although this network began in the late 20s, they did not keep archives to the extent they do today. テープはありませんでした。でも、稲造の放送原稿が残っていました。I propose to speak this evening in a wholly private capacity on a certain phase of the foreign relations of Japan. スチムソン氏は最近の演説で、満州国は侵略によって作られたので承認できないと述べていますが、これは平和条約の拡大解釈で不当な適用であります。日本が生命線を求めて満州に進出するのは、アングロサクソン帝国の西への進出と同じく抑えることのできない経済的要請なのです。日本は平和条約の範囲内で行動していると私は主張します。しか
かし祖国のために心にもないことを言わなければならない稲造の言葉に説得力はありませんでした。古い友人たちからさえ変節官軍部の手先の言葉が返ってきたのです。親愛なる新渡戸博士、私たちはあなたが沈黙を守るというのなら理解もできますが、日本の軍国主義を無批判に擁護するというやり方は理解できません。最近のあなたの発言は私たちにショックで、私たちは悲しみます。また国務長官のスチムソンは日記にこのように記しています。午後新渡戸博士が訪ねてきた。プアオールド新渡戸、お気の毒な新渡戸老人。彼は私に言った。日本の自由主義は今口を封じられているが、遅かれ早かれヒステリーの嵐が過ぎ、再び自由が戻るだろうと。こうしてこの時新渡戸稲造は太平洋の橋を修復することができませんでした。昭和8年3月、病気のメリー夫人をアメリカに残して小然と帰国。その3日後、日本は国際連盟を脱退することになります。かつて稲造がその普及と実践に心血を注いだ国際連盟を脱退してしまったのです。日本の大陸における行動に当時の国際連盟は昭和8年2月24日の総会において42対1で日本軍の撤退勧告案を可決したため、日本代表松岡洋介は日本の連盟に対する協力は限界に達したと述べて退場しました。5ヶ月後、新渡戸稲造は最後の力を振り絞るように第5回太平洋会議の開催地カナダのバンフに向かいます。そしてこれが太平洋を渡る最後の旅となりました。世界中から集まった国民の親密な接触によって、やがては感情でなく理性が、利己主義でなく正義が、民族や国家間の調停者となる日が来ることを望むのは私の望みすぎでありましょうか。 So that in contrast to the Shanghai conference, there was much more emphasis on Japan's economic problems, on population pressure, on trade policies, on tariff barriers, than on the Sino-Japanese relations and the Japanese military expansion into Manchuria and North China. ホランドさんによれば、カナダとアメリカ代表は新渡戸博士の置かれた立場がよく理解でき、同情的だったということですが、公の会議でのやり取りは相当厳しいものだったようです。会議の後、稲造はさらに夫人と共にアメリカ各地に講演旅行の予定でしたが、にわかに激しい腹痛に襲われ、ビクトリア市のジュビリー病院に入院しました。病名は膵臓炎の肺炎、それに糖尿病も併発していました。太平洋の橋が大きく傾いていく中で、それを自分の一心で支えようとした稲造は力尽きるかのように病に倒れたのです。ジュビリー病院での手術の甲斐もなく、新渡戸稲造が帰らぬ人となったのは昭和8年10月15日夜、日本時間の16日昼過ぎでした。72歳の生涯でした。外国人の労災を一人残してゆく、よろしく頼む、知人に宛てたこのようなメモが残されていました。
態は暗黒を呈している。しかし暗黒はいつまでも続きはしない。怒号や激動は止むであろう。その時我々はもっと冷静な判断を取り戻すことだろう。この冷静な判断が戻ってくる時は遠い彼方ではないと思う。その時には我々の良き関係に真剣な関心を抱いている多くの人が太平洋の両岸に満ちているであろう。我々は夜間航海中のように出会う。しかし我々は夜行き交った船をめったに忘れない。And this is Ibaraki. Yes. We got dinner time and comments from our customer. The dinner time is 0045. 私が今立っているのはロサンゼルスのハリウッドサンセット通りです。ここは皆さんにもおなじみの場所ではないかと思います。朝のホットラインで通信衛星を使って生中継をしているところです。私のこのレポートも今衛星中継で太平洋の彼方の日本へ送られています。 UCLA の無期先生がいらしてますのでお話を伺ってみます。ニトベイナゾウは太平洋に橋を架けようとしましたけれども、その橋は今かかっているとお思いですか？かかっていると思います。ただその橋の両側にゲートがついていて、アメリカのゲートは両側に簡単にスムーズに動いておりますけれども、日本側のゲートはちょっと油が足りないような感じで。太平洋を越えて日本とアメリカの間のコミュニケーションは技術的には同時中継ができるまでになっています。まさに太平洋に橋がかかっているかのように見えます。しかし稲造が生涯の目標とした日本とアメリカの相互理解という点では果たしてどうなのでしょうか。ここにアメリカから見た日本の姿があります。雑誌タイムが企画した日本特集です。日本は他人のインスピレーションを横取りする勉強熱心な学生国家、ソ連のように閉ざされた国ではないが依然としてベールの向こう側にある国。日本人は称賛はされるが愛されはしない。またこんな記事もあります。古い歴史と同質の文化を持ちアジアの端にひしめいている日本と大陸にまたがりヨーロッパを祖先とする人種のるつぼのアメリカ、こんなにも違う二つの国がその溝にここまで橋を架けたというのは奇跡に近いと。アメリカ人の日本人観には率直にうなずけないところもありますが、タイム誌のこの特集は日米の相互理解について多くの問題を投げかけています。日米間の相互理解はもうこれほどしばしば言われていることはないんですけど、それでも問題は残っているわけです。ですけど戦前と比べましたときに一番大きな特徴は、量的にはこの理解を持っている人々が桁外れに多くなったっていうことは事実として言えると思いますね。ただ橋の上の往来をもっと自由にしていかなければならないと思うんです。大学に入る、あるいは小学校に入る、企業において仕事をするにしても、出入国につきましても厳しいいろんな規制がある。それをもう少し外からの人たちが、日本人が外に行った時に得られるような恩典を日本に来る人たちにも与えていかなきゃならない。それを直すためには国民の中からでやはり声が上がってこないと、日本の制度というものは日本人が必要だと思って改め出して初めて改まるものだから、国民の間からの声が必要なんじゃないでしょうか。亡くなって50年、五千円札の肖像画として蘇ることとなったニトベイナゾウさんと
その新渡戸さんが駆けようとした太平洋の橋についてたどってきました。その足跡をたどって彼が今から100年も前に国際的な視点から日本を考え世界を考えていたことに驚くとともに、太平洋に橋を架けるという作業がいかに難しく重要であるかを改めて思います。日本とアメリカは今や政治経済にとどまらず、文化若者の風俗という形でも様々に交流しています。太平洋の橋について考え、今後も橋を架け続けていくのは私たち一人一人の仕事なのでしょう。そう思った時、私はこの偉大な恩師の心に少し近づけたように感じました。大きかったね、その輪郭は。すっきりしていたね、その肌合いは。武士道に世界魂を注入したその気迫は、日本の島に入れるのには少し大きすぎたね。分かりのよい賢人、博識なる善人、弱者にも奇人にも何ら隔てなき尊者、名鉄老齢花弁のごとき魂であったよ、新渡戸稲造は。祖父の血を継いで開拓精神に生き、国境を越えて人間を愛しうる宇宙精神の持ち主であったよ、王尊き尊。